私たちは刺激を求めここに来た。なのに、そのはずだったのに。ほう、いい顔をしておる。まさかお主とこのような形で相まみえることになろうとはの。ふん。心一体、すべてを尽くしてお主を葬ろう。願わくば熱き戦いを。はっけよーい、残った。よう、てめえも参加するのか。ぶちかましてやっから覚悟しとけ。こっちのセリフだ。こないだダンジョンで抜け駆けしてくれた借り、きっちり返させてもらうぜ。すごい人だかりだね。何の騒ぎだい？ガネーシャファミリアの主催で相撲大会が開かれるんだって。ほら、ガレスが好きな極東の武術。ああ、なるほど。ガレスが最近上機嫌だった原因はそれか。おうよ、思考を踏むにも気合が乗るというもんじゃ。今から体がうずいて仕方ないわい。それでは皆さん、大会の説明を行います。こちらにお集まりください。おお、突っ張り、突き出し、上手投げ、相撲の妙技を見せてくれよ。お前たち、行くぞ。本当に楽しそうだね。うん、ずっとあの調子。私も楽しみになってきちゃった。しかし、君たちが参加するとなると、よほどの対抗馬が出てこない限り、一方的な大会になりそうだ。それでは早速、オラリオ大相撲大会の説明を行わせていただきます。特別顧問の武見和知様、どうぞこちらへ。よく集まってくれたオラリオの勇士を、こたびはよろしく頼む。ほう、本場極東の武神を柱に据えるとは。ガネーシャファミリアの連中も分かっとるの。相撲といってもこのオラリオでは聞き慣れぬものも多いだろう。だがルールは単純。
徒手空拳で向かい合い、相手を土俵から突き出すか倒し土をつけた段階で勝者が決まる。それだけだ。いつもガレスとやってるのと同じだね。当たり前じゃ。ま、その単純さゆえ奥深いんじゃがの。その通りだ。古くは神々の技の競い合いを起源とし、神事とさえ呼ばれることもある。神技体全てが揃っていなければ、逃げ場のない土俵で勝ち残ることはできん。故にステータスの優劣のみでは測れぬ勝負もありうるか。そうでなくては面白くないわい。でも見た感じ、強そうなのはガレスくらい。ほう、王者、お前も参加するのか。無論。エルガルムだけじゃなく王者も。おい、マジかよ。なんだ、ビビってんのか。きっとハットの勝負じゃねえんだ。大番狂わせがあるかもしれないだろう。それに奴らを倒せば一躍時の人。やってやろうじゃねえか。その息だ。では速やかに参加者は登録を済ませ、大会当日まで研鑽に励んでくれ。相撲は命の取り合いではない。みんな存分に勝負を楽しんでくれ。まさかオッタルまで出てくるとはね。これでこそ参加しがいもあるというもんじゃ。ディオナ、踊って一番相手をせえ。うん、思いっきりやるからね。出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。まだまだ強くなるんだ。体
神様のためにも。ありがとう、ベル君。これからも僕が支えるからね。ちぐさ殿、気をつけてください。前もここモンスターいっぱい出たもんね。この揺れ、まさかモンスターパーティー？揺れが定期的っていうか、なんかおかしくない？殿方の声、いや方向、これは。な、丸腰でモンスターに？な、投げ飛ばした？もしや先ほどからの揺れはこの。こっちに来るよ。ちぐさ殿、下がってください。じゃ、殿？なぜ貴殿のような第一級冒険者がこんな上層に。上手投げは？上手投げはこれでいいのか？極東の冒険者ではなかったか。そうであれば相撲にも詳しいかと思ったのだが。確かに私たちは極東出身ですけど。昔大岡殿たちとの遊びでかじった程度の話でよければ話して差し上げることは可能ですが。頼む。はい。自分たちが武三和地様に教わったのは力任せではなく、相手の体勢を崩して流れで投げると言いますか。崩し、流れ。なるほど、痛み入る。行っちゃった。何だったんでしょう。まるで熊を相手に相撲を取ったという坂田の金時のような。ここ足柄の山じゃなくってダンジョンだよ、ミコト。Thank you.
発しましょう。油断しないようにしなきゃ。でもね、地響きがしてよ。俺は海藻主でも現れたかと思ったぜ。いやいや、ありゃ海藻主以上だぜ。そこら中のモンスターを素手でぶん投げやがって。すっかり噂の的だね。モンスター相手に相撲の稽古とはやってくれるわ。わしも気合が乗るというものよ。ガレスタってずっと執行っていうのをやってるじゃん。まだやるの？おう、四股は相撲の基本じゃからの。何事にも揺らがぬ下半身を手に入れてこそ相撲は。ああ、もう分かったってば。難しい話なしなし。分かっておらんじゃろ。そもそも四股というのはな、すっかり入れ込んでるね。まあ鍛錬にもなってそうだから別に構わないけど。お前はいいのか、フィン。王者が出るというのであれば血が騒がないということもないだろう。その気持ちがないといえば嘘になるかな。けどあいにく時間がなくてね。噂をすればか。あの音、鉄砲じゃの。鉄砲？何それ。どれ、お主にも教えてやろう。こっちへ来い。お、ちょっと待っててば。話を戻すが、時間がないのはフレイヤファミリアを束ねる王者も同じだろう。まあね、それじゃ言い訳になってないか。僕らが私有を決する場にしては軽すぎるというのも理由の一つかな。一人の冒険者としてと割り切るには、僕も彼も背負うものが大きすぎるからね。
それを投げ出してでも王者には出場する理由があったということか。ああ、それが僕も信じられないんだ。あの熱の揺れよ、何があるのか気にはなるね。なら直接聞いてみてはどうだ。あの音、森からだろ。相手をしてくれるかは甚だ疑問だけど、こんな機会でもなきゃ彼と話すこともないか。少し行ってくるよ。